ワードもこんにちは、パンチパンタです。よろしくお願いします。まあですね、私パンチパンタ引っ越しまして、まあ、現在新しい新居で撮影しているんですけれども、まあ私パンチパンタインターネットにアクセスできないんですよ。なんか一丁前に Wi-Fi のルーターとかあるんですよ。でもまあセキュリティキーみたいなのあるじゃないですか、そのパスワードみたいなの、それを入力してで接続ってやっても接続できません。なんで？でね、まあ入居初日ですよ、初っ端ですよ。もう入ってね、まず最初にネットを確認すると、でネット確認してもネットに繋がらないと、あれおかしいと。でもこんなことをしている暇はないということで、私パンチパンダはカーテンを買って、あとね下のね、カーペットみたいなのも買ったんですよ。やっぱ机と椅子が必要だということで、まあ、ニトリにね向かいましたと。ねみんな大好きお値段以上ニトリですよ。で、まあ、ニトリに向かって、まあ、椅子をこのようなものを買いました、購入しました。でね、机がねやっぱ在庫がないのよね、この時期ほんとお取り寄せだから、まあ今日ねなんか家から10キロぐらい離れたリサイクルショップですよ、そこ行って机買ってきましたということなんですけれども、まあねやっぱ事前に引っ越しの準備はしとくべきだ。まあおそらくこの動画がネット上に YouTube 上にアップされたとしたら、パンチパンダよく頑張った、ネットにアクセスできたということで、まあ褒めていただきたい。ただね今日もね寒い夜が続きそうだ。あともう一個言っておくとね、ここ引っ越す前に、まあ、スマホ落としたんですよ。スマホ落として、そしたらね画面が割れちゃったのよ。でね、あ画面割れたなって、まあ寿命だったからまあしょうがないかなって、まあ5年もう4年ぐらいか4年ぐらい使ってんだけど、そしたらねその日の次の日の朝、もう引っ越す前日、もう引っ越す当日ね、ネット繋がんなくなっちゃってで、だからパソコン修理に出して1週間ぐらい帰ってこないということで、この動画の編集はノートパソコンでやってるんですけれども、結構スペックが全然低くて容量が全然低くて、負荷のかかる編集は多分できてないんだろうなって思うんですけれども、困った。だから今ちょっとね編集ソフトもねなかったから、普段使ってる俺の編集ソフトの無料体験版7日間限定のやつ使ってんだけど、7日間過ぎてもうパソコン帰ってこなかったら俺は死ぬぜ。